学校法人同士者同士者,同士者国際中学校、高等学校同士者国際中学校、高等学校同士者国際中学校、高等学校は、学校法人同士者によって設立された京都府、京田辺市多たらと国にある、私立学校。全校生徒のうち3分の2が、海外で生活をしたことがある、帰国生徒である。同士者国際高等学校は、 海外史上教育振興財団によって a 一軍の帰国生徒の受け入れをしたる目的として設置された学校とされている。帰国生徒の中には親元を離れて敷地内に併設された寮に入る生徒もいる。帰国生徒、一般生徒ともに卒業生の約9割が同志社大学に進学する。海外の学校と日本の学校での教育が違うため、聖書、国語、 社会、数学、理科、英語の六教科に関して、修塾度別クラスがある。プロテスタントに基づくキリスト教主義の学校であり、毎朝その日の担当教師による礼拝と、週に一度の聖書の授業がある。制服や主に外見面に関する厳しい拘束はない。しかし法律やルールに反したり他人を著しく、傷つけたりすると厳しい処分がなされる。 相手のことを考える。共に生きる。違いを認め合う。臨時外。自由と責任。人間として大切なことを知る。社会で大切な力。1980年に文部省指定、帰国制と専門受け入れ校として高等学校が設置され、1988年に中高一貫校を目指し中学部が設置された。同志社大学教田辺高知。 同志社女子大学教田鍋ーチに隣接している。高架気象性三角形を三つ寄せたもので、国あるいは土を意味するアッシリア文字、無通を図案化したもの。地、徳、体の三位一体あるいは調和を目指す。同志社の教育理念を表すものと、解釈されている。考案者は、湯浅半月。スクールカラーロイヤルパープルと白の二色。同志社の創立者、新島城の母校。 アーモスト大学のスクールカラーと同色帰国生徒受入れ校として学校説明会を世界11カ国21都市で行われ、入試を4カ国5都市で行われる点で他校と大きく異なる。入試形態も3種類あり、帰国生徒向けに日本語以外の小論文と面接を受ける A 選考と英語、国語、数学を受ける B 選考、帰国生徒と 一般生徒向けの主要語教科の G 選考が行われる。帰国生徒の受け入れを行っているため多数の生徒の、父母がまだ海外にいる段階での入学になってしまうケースが生じることがある。そのような生徒のために学料が用意されている。男子寮と女子寮は食堂が同じだが、食堂を挟んで建物が建っているため自由に行き来はできないようになっている。 過去に存在した量いわゆる修学旅行にあたる行事。しかし、目的が平和教育、人権教育なので、一般的な修学旅行とは異なり、遊び要素は極めて少ない。中学校は長崎、高等学校は沖縄へ行く。研修旅行を控えた学年では、あらゆる教科で平和を題材にした内容のものを学習する。 出身者2007年度実績学校法人同士者が設置する小学校は大学を頂点とした大学付属学校の形態を取らず独立の学校群として位置づけられている。なお、同士社小学校、同士社国際学院所等部、国際部に限り同士社大学の付属校である。ありがとうございます。